フェンダーカスタムショップリミテッドエディションであります1967テルキャスター、こちらのギターなんですけれども、当店でこのカラーをオーダーいたしました。カスタムカラーのですね、シャーウッドグリーン、ちょっとグリーンのメタリックなんですけれども、こちらオーダーをさせていただきました。某ローリングストーンズのキース・リチャーズさんが最近持っていてかっこいいなっていう色なんで、これをちょっとオーダーしてみました。細かく見ていきます。こちらのリミテッドエディションなんですけれども、ジャーニーマンレリックという加工がされてます。ジャーニーマンレリックって今までそのフェンダーでやってましたレリックとクローゼットクラシック、それの中間ぐらいの汚し具合というレリックなんですけれども、まあ家の中で使われてたりとか小さなギグに持ち出しただけのようなあの使用感というのを再現したレリックになります。67年のテレキャスターということなんですけれども、特徴的なのはやっぱりこのロゴですね、カレントロゴになっているというところなんですけれども、ネックがですね、こちらメープルネックなんですけれども、ハリメープルっていう風になってます。1967年にですね、まあ、フェンダーのテレキャスターっていうのは標準ではローズ指板だったんですけれども、全部ローズ指板になっちゃったんですね一瞬で。往年のテレキャスターファンからですね、メープル指板ないのかよっていうオーダーがあったそうなんですけれども、それに対応すべくそのオプションでメープル指板が選べるという風な時代が67年であったというところで、こちらはそれも再現しているということです。メープルワンピースに比べちょっとやっぱり立ち上がりが遅いんじゃないかとか、まあ賛否両論ずっとあったんですけれども、近年はですねハリメープルがですね、見直されてきてまして、独特な立ち上がり方をしたりとか、音の切れ方がシャキッとしてたりとか、してますんで、その辺も再現してみました。で指板はですね、7.25R ですね。フレットはヴィンテージタイプなんですけれども、ちょっとあの丸みを帯びたヤスリの書き方ね、ファイリングをしてますんで、ちょっとセミジャンボ風に見えるかもしれませんが、ヴィンテージタイプがついています。ヘッドですけれども、67年当時に、付いていたペグですね。こちらも、F キー、丸みを帯びた、角に丸みの帯びた F キー。こちらの方も、まあ、見事に67年の雰囲気を出しているというところです。プレートは四角。もちろん裏通しであります。重量は 3.37kg ということで、ボディがですねアルダーメープルということで、だいたいカスタムショップとしては標準的かやや軽いというところです。まあありそうでない、このシャーウッドグリーンメタリックですけれども、非常に貴重な限定カラーということになります。ぜひご覧になってください。